はい、ということでここから、スキルレベル4プレイやっていきたいと思います。ホームランプー、はい、54コインよし。これはね、どうなんでしょうか皆さん。消去数スキルレベル1で 10台だったよまさか20台に届かなかったという絶望の罪でございます。やばいやばいやばい。おだいぶ上がっただいぶ上がったぞ。ちょっと待って、めっちゃ上がったやんやべえ、ピッチャーゴロやこれ。うえ、32あれあれあれめっちゃ成長しとる。めっちゃ成長しとる。うわー、いやー、これちょっとね、まだねタイミングつかめないなでも普通に30超えるんで、これスキルマンになったら30後半いっちゃうんじゃない、もしかしたら。あ、31とか出てるね。これ強い、強い説あるぞ。うわ、ピッチャーゴロやっちゃった。うい、30。おお、でも全然稼げてねえっす俺ね、ボール見てねえっすよ、ほとんど。びっくりマークしか見てねえっすあの、使いこなせれば、あのいけるかもしれない。よし、ちょっと引いていきましょう。スイッチじゃない、ミッキーをとりあえず引いて、ミッキー先使うか。よし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 。え、あと1体やった。オッケー、これちょっと期待したいね、ラグビーミッキー。おい、さあ消去数は、やっぱそのぐらいですよね、それぐらいだよね。俺消去数、消去系のさ、スキルさ、下手やから、俺絶望かもしれないよ、これ。絶望かもしれない、俺、これ。俺消去系のスキル苦手なんで、これ絶望かもしれない。45秒で、実はタップするとなんか出るとかってないかな。ない、何もなさそうだでもさ、これさ、タイムボム出せるポテンシャルは持ってるから、うまくいけばいっぱい稼げるんだろうね。
来い。よし、とりあえず4000枚は超えそうな気がする。スキルオンで4000枚超えないと基本的にダメ。基本的にダメ。よし、タイムマン出てる。はい、いやー、これは初級数少ない。はい、いや、これ使わない方が良かったな。これでタイムボム出てくれれば。あ、出てる出てる。おっしゃ、ナイスー。もうワンフィーバーいける。5000枚ぐらいいけんじゃないこれ。おお、まあ結構稼げるっぽいですね。スキル4で4600枚、こうスキル間だったら6000枚軽く超えるんじゃない。まあちょっとね、プレイ時間はね長いかもしれんけど、結構稼げそう。多分ね、スティッチはね弱いと思うんだ。スティッチはね、スティッチは皆さん弱いと思う。ラグビーボールでかく、でかく見える。確かにね、ちょっとでかく見える。超絶見づらくない？ジャファーと並んじゃうと。おい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 。おお、でも。これでもさ、発動数重いぞ。発動数が重いぞ。消去数はね、かなり伸びてる気がする。どう重いなこれ。はい、ダメだ。ちょっと見づらすぎて、つむつむ自体がねうまくできません。見づらすぎて。皆さんこんばんは、です。見づらすぎない、さすがに。これやべえ、3000枚もいかんペースです。でも30消去してくれるんで、いやーでも厳しいな。いやー厳しいね。発動数さ15か616ぐらいあるかもしれない、下手したら16ぐらいあるんちゃう。これガンツが17とかだったっけ。ガンツより軽いけど消去数同じぐらいだったらまだ許されるかもしれんけど、ちょっとガンツと比較してどうなのかってとこだよね。しかもあっち常駐やからな、確かボイスだけ限定なだけでね。なんか絶望な気がする。なんか絶望な気がする。皆さんこんばんはです。お、339名の方こんばんはです。という感じで、はい、スキルレベル4の比較ってか、まあ全ツムやりました。